恐れ池曖昧もこ。今週のモコをニムさんとスミス、そしてスタッフがピックアップした一つの作品をみんなであれこれ言うコーナーです。お願いします。今日はアニメ映画時をかける少女について語り合います。はい、はい、こちら2006年に公開された細田守監督の作品です、うん、第30回日本アカデミー賞で最優秀アニメーション作品賞を受賞、うん、タイムリープという能力を手にした女子高校生の誠は人生のかけがえのない時間の意味を見つけ出していきます、はい、みずみずしいひと夏を描いた青春物語です、うん、タイムリープ自体の説明はもう大丈夫ですね、うん、まあ要は大丈夫でしょう。今ここの、はい、今我々1時24分まで今番組が進みましたけど、はい、タイムリープという技を使えば1時のオンエアスタートまで戻れるという、うん、はい、7月27日土曜日午後1時になりました。ニムラーストです。そしてスミスアルコユニスです。これです。これがタイムリープです。今決まりました。今それ以外前もこう出演者スタッフが今一つになりました、はい、完璧でした。タイムリープの説明が、はい、これです、ね、でこれが全く要は同じことがもう一回起こるっていうのがタイムリープの一つポイントかと思いますけれども、はい、そうですね、これ作品僕初めて見たんですけど、うん、スミスさんは。私も初めて見ました、はい、僕は、うん、よかったね。めちゃくちゃいいなと思って。そうですか。最後は、はい、私一筋の涙が出まして2万年に一度ニムラの胎児から出るもうピュア中のピュアな雫一滴スーッ出ました。きれいな涙が出ました。すごいよかった。あ、そうですか。ざっくりした感想としてはどうですか。うん、なんかよかったんですけど、うん、あの私多分ねその時空とかの概念が難しすぎて。あ、タイムリープが。タイムリープが難しくてところどころつながらないっていうか、どういうことどういうことってなっちゃったりとかしましたね。その設定のルールが。はい、そうですそうですそうです。なるほど、はい、なんかいろいろと。なるほどね、うん、まあ、ちょっとまあ順繰りといきたいと思いますけど、はいはい、そうですね、僕でもまずあの冒頭というか、うん、作品始まって最初の方って、はい、これ主人公誠っていう女の子、高校2年生が主人公なんですけど、はい、まあとあるきっかけでこのタイムリープっていうことができるようになって、はい、でいろいろするんだけど乱発するじゃない。もう断るごとにこのタイムリープしてやり直しをするわけですよ、はいはい、イライラしたな。何でもかんでものタイムリープしちゃうっていうのが今、はい、うん、何やってんだよってイライラもあったし、うん、ありました私も。あと前半のこの、はい、なんだろう、作品が、まあ、高校生が主人公っていうのもあってね、うん、舞台も学校だし、はい、青春な感じも最初鼻についてね、うん、俺が知らない世界だから驚愕でさ。あ、そっか。この作品ってあの誠って女の子主人公に対して、はい、千秋って男の子と康介って男の子、この2人の男の子がこの誠と仲良くしてる、うん、まあ、この3人組が一応メインの3人なの、はい、この ELT スタイル俺もうダメなのよ。羨ましくて、羨ましさの延長で嫉妬に変わって、はい、嫉妬から恨みに変わっちゃう。男子校出身としては最初はちょっとこの辺がすごくちょっと、はい、うん、大丈夫かなこれ見てられるかなっていう不安はあったの、はい、あと3人ともすごいキャッチボールするんですけど野球うますぎるし、あ、うますぎる、うん、もし俺があの ELT スタイルの中の一人だったら、はい、俺一人イップスだからボールとんでもないとこ投げてったりするんだろうなとか、なんかちょっといろいろ不安点が多かったんだけど、はい、これ後半に進むにつれて、うん、この辺の感じがちゃんと伏線になってるというか、うん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 、実はこれがあとあと生きてくるっていうのがね、はい、またこれはこれで俺面白い、なるほどっていうところで、うん、すごい良かったなと思うんですけど、スミスさんは。はい、あの、まず私冒頭で気づいたんですけど、うん、私のね母校である東京女子大学が、お、あのこのね映画の中のに出てくる高校のモデルになっていたんですよ。誠たちが、はい、通ってる学校のモデルなんだ。でもびっくりして、あれ
東京女子ドンジョって言うんですけど、ドンジョにそっくりだなみたいな、なんか正門の感じとか建物とか似てるなと思って調べてみたらそうで、すごいんです。あのね、なんかね、廊下の入り口にあるゴミ箱の位置まで同じなんですよ。あ、じゃあそうか、中野が分かる人からすれば、はい、その忠実な再現に、はい、ロケ班細かく見たんだなとか思っちゃって、あのでも最近のアニメーション映画ってそれこそあの、はい、君の名はとかさ、あの新海監督のもそうだけど、はいはい、本当に場所が分かってて、自分の知ってる場所と思うとすごいよね、うん、その再現度が。そうなんです、そうなんです、うんうんうん、その場に自分もいるみたいな感覚になって、すごいそれ良かったです、うん、そう、まあうん、でもあのやっぱりニムさんも言ったように、うん、タイムリープする回数が100回でしたっけ、なんか決められてますよね確か。いや具体的に上限は分からないけど、 ないんだ、まあ、いつの間にか回数が少なくなってたみたいなことよ、ね、なんかそれまず気づくのも遅いし、それを無駄遣いしすぎててちょっとイライラしたっていうもうちょっとなんかね、うん、頭よく使えばいいのに変なとこで使って、まあね、なんか学習しないから、うん、なんでもらもあと1回しかないじゃんみたいな、なるほど、イライラがありました。そうだからこれ最初僕も同じようにイライラしたんだけど、はいはい、これ 見進めていくと、うん、なんかその乱発具合にちゃんとこう、なんだろう、共感性というか、うん、いや、 やっぱりそれは一高校生がそういう特殊能力持ったらこうなるよね、うん、みたいな、やっぱりこのあるあるじゃないけど、そうですね、でやっぱあれだけ乱発しちゃうから後半の、ね、大きな山にその話、はい、そのなんだろう、性格が生きてくるっていう、うん、あ、そうか、プリン食べたくて何回も戻ったりしてましたもんね。そうだからなんかあえて、だからあの細田守監督は前半で誠、主人公誠に対してちょっとイライラさせたんじゃないかな、意図的なイライラをわざと作ってたのかなって僕は思いましたけどね。なるほど、うん、そっちか。で僕だとやっぱ全体的にいいのはこのタイムリープということができる、はい、まあ、メリットっていうのは、うん、はい、やっぱり例えばこう自分が、あ、もう一回やり直したいって思ったことをやり直せるとか、でそれによってまた自分は正しい方向に進んで、うん、はい、ね、あの失敗したものを成功に変えることができるとかっていう、そういうメリットがある一方でね、はい、この作品全体通してそのタイムリープをそのすることで誠はいい方に進んでても、うん、その代わりに誰かが不幸になってるんだよっていうこのデメリットをちゃんと描いてるっていうところが、はい、うん、僕はこの作品すごい大事な要素で、うん、すごくメッセージ性としていいなと思ったのよ、はい、これ作品の中ではその例えば家庭科の授業で、うん、この主人公誠のミスでちょっとボヤが起きるんだけど、うんうん、これをタイムリープして別の子がボヤを起こしたことに変えちゃう、はい、結果的にこの子は後々いじめられてしまうというね、うん、とかっていう、自分が被害に遭わなかった代わりに誰かが被害に遭うんだ、うん、だこれって受験勉強で合格を祈ることって、うん、イコール誰かが代わりに落ちることを祈ってるっていう、はい、この考え方とすごく近くて、はい、うん、でもこれってね、やっぱ両面を見る大事さだと思うんですよ、うん、正しい正しくないではなくて、うん、やっぱりこう自分がこう考える、でも一方ではこう考える人もいるかなっていう、うん、両面をちゃんと考えるっていうことの大事さっていうのが、うんうん、この作品では描かれてるなと、はい、あとやっぱりその今を生きる大事さっていうことも当然このタイムリープということでね、何回も何回もやり返すんではなくて、はい、やっぱり今を生きるんだっていうことを大事さを感じさせる作品でもあって、うんうん、すごくメッセージ性強くていいなと思いましたね。そうですね、それ共感します、はいはい、全く同じこと言おうと思ってました。ちゃん本当にずるくねえかってメモってあるもんここに。本当か。本当に、いやだから分かります、私たちもそうじゃないですか、うん、そのまあいろいろあのフリーアナウンサーとかってオーディションとか受けたりもするけど、うんうん、自分が受かったってことは他の人が落ちてるってことだから、うん、その人の分まで自分は頑張んなきゃいけないとか、うん、責任もあるんだなって、はいはい、背負っていくというかね、はい、背負っていかなきゃだなって思いました。なるほど、僕じゃあそんな二村がちょっと最後ね、はい、一筋の涙を流した場所をちょっと僕言いたいのが、はい、この後半なんですけど、この3人組の一人コウスケっていう男の子がね、はい、この誠に向かって、うん、誠前見て走れっていうセリフがあるんですよ、はい、このセリフが僕はもう、はい、でその後にこの誠が一生懸命走るし、うん、ただただ誠が一生懸命走るのが1分ぐらい続くシーンがある、はいはい、俺ここもう一筋のもう綺麗な涙、あれ多分、うん、あの涙を飲んだ人は多分不老不死になると思う。綺麗な涙すー出たのが、そんな力あるんだ。いやこれって前見て走れっていうのは、はい、もうタイムリープ使わないで、うん、今を生きろって意味だと僕は捉えたわけ。あ、
そうか。でさらにその後誠がこの懸命に走るシーンっていうのも、はい、それまでは本当にちょっとしたことでタイムリープ使ってやり直し、うん、やり直しってやってた子が、うん、そうじゃない自分の足で一生懸命前に進もうとしてる姿っていうのを象徴してるシーンだと思って、うん、もうスーですよ、いい涙出ました。うん、あなたハマってないよ、はい、あんまだったでしょ。そんなことないですけど、その時空の概念が難しかったなっていう一回飛んでこい別時空に飛んでこい。じゃあメッセージいきましょう、はい、リスナーのメッセージ、ラジオネームフルラさん、はい、久しぶりに昨夜見ました、うん、何年かぶりだったんですが、以前見た時はタイムリープが意味わからんという感じでしたが今回はすんなり受け入れることができました。奥花子さんの挿入歌変わらないものや主題歌のガーネットがハマりすぎて聞くだけで胸がキュッとなります、うん、これね、うん、確かにと思うのが、うん、タイムリープものって最近多いのよ、うんうん、でも昔ってタイムマシン乗って過去行くか未来行くかみたいな、うん、もうちょっとシンプルだったのが、うん、最近タイムリープ多いよね、うん、はい、多いです。でこれはもしかするとタイムリープってものが実在するよってい こうサブリミナルはね、はい、あごめんなさいちょっと怖い話になりそうなんで急に何ですか、ちょっとごめんなさいオカルト好きが今ちょっとうずいちゃってやめときます、はい、こんな方もいます。イカメーターさん、うん、自分は細田守作品に出てくる人物、特に女性キャラにいつも違和感を覚えてしまって、今回の作品もあまり感情移入できませんでした。誠の天真爛漫さはあまりにも幼いし、うん、そもそも高校生で男子2人女子1人の友人関係が現実離れしているなと思ってしまいます。千秋の未来人設定も疑問に残る点が多いし、告白ももし OK だったら未来には帰らないつもりだったってこと、いろいろ無責任すぎないと思ってしまいました。切ないストーリーは好きだったんですけどね。いややっぱり未来に戻るつもりがなかったとかっていうことじゃなくて、やっぱそれを凌駕するぐらい好きになったって僕はことだと思いますけどね、うんうん、千秋自体が、うんうん、で、うん、その男に女一の設定がいまいちっていう飲み込めないっていうのも、はい、それは二村側だからですそれは僕だって最初すぐには飲み込めませんよ。めちゃくちゃ喉の音引っかかりますよ。こんなことがあっていいのか高校生でって男子校出身の俺からすれば思いますけど、それはやっぱ一回水でも何でも流し込まないと世の中ってのはこっちの方が普通なんだって思わないといけませんよ。普通なのかな、うん、ELP スタイルは一般的なんです、ね、一般的なのかは分かんないけど、はい、なくはない、ね、まあ、なくはないかも、うん、はい、あの天真爛漫さがあるからライトに見れたんだと思うけどね、うん、まあまあまあ確かに変に大人ぶってたり真面目だったりした子だと、はい、もうちょっと作品が重くなっちゃうと思うんだよな。あこれぐらいのちょっとこうあどけなさがあるから、うん、なんか見れるっていう要素は俺はあるんじゃないかなと思いますけど、ね、ちょっと天然さもありましたしね、うん、あと、ヨッティさん、うん、最後に千秋が未来で待ってるといい、誠がすぐ行く走っていくというシーンがありますが、うん、誠は恋愛感情なのかなと感じますが、うん、千秋は未来にはない絵や野球を待ってるという意味で言ったのかなと思ったり思わなかったり、うん、ギリギリまで考えてしまいました。ああそういうことか、捉え方でね、そういうことか、そっか、千秋のいる未来には絵もないし川もないし野球というスポーツもないって言ってましたよね、確かね、確かにそうか、そうですね、そこは僕はシンプルにもう恋として愛として捉えちゃってたけど、はい、私もです。同じような近いセリフで僕一個これメモってあるのはね、千秋がね、俺この時代好きだぜってこの現世のことを言うんですよ、俺、うん、現状今僕らが生きてるこの時代を俺この時代好きだぜっていうの、はい、うんうん、でこの時になんかもっとみんな今のことをもっとポジティブに捉えた方がいいよってメッセージに俺は捉えたの。ではそのみんな誰でも隣の芝は青いになりがちだから、はい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 、未来いいなとかさ、うん、昔は良かったなって言うじゃん、うん、言いますね、じゃなくてやっぱ今も今でいいのよっていうことをなんかこう外づてに言ってくれたような気がして、そうか、いいセリフだなと思いましたけど、令和の時代もいいぜって、うん、なんかスミスさんにはハマりませんでしたけど、うん、二村にはハマりましたこのそんなことないんですけどね時をかける少女、ぜひ皆さんちょっと見ていただいてね、はい、いろいろと思うところもあると思いますし、うん、時をかける少女って同じタイトルでも本当中身が全然変わるみたいなので、はい、一応この細田守監督の、アニメ映画時をかける少女、皆さんチェックしてみていただいてはいかがでしょうか。